午後のひととき、オフィスから離れてカフェにやってきました。コーヒーの香りが心地よく漂い、静かな雰囲気に包まれています。ここは私のリフレッシュの場所です。机の上にはデスクトップの山積みされた書類や、忙しい日々の疲れが残っています。外の景色を眺めながら、心を整理する時間が欲しかったのです。仕事のことを考えると、不安やストレスが頭をよぎります。プロジェクトの締め切りが迫り、やらなければならないことが山積みです。でも、このカフェの中では、時間がゆっくりと流れているようです。焦らずに深呼吸をすると、心が落ち着いてきます。カフェの隅には、他のオフィスレディも休憩しています。彼女たちも同じように、仕事の疲れやプレッシャーを抱えているのでしょう。でも、それぞれが自分のペースでリフレッシュし、再び力を取り戻しています。彼女たちの存在が、私に勇気を与えてくれます。この時間は、私にとって自分自身と向き合う大切な時間です。仕事のこと、将来のこと、自分の目標や夢、すべてを考えながらコーヒーを飲んでいますと心が晴れてきます。明日への活力が湧いてくるようです。時間が経つのも忘れてしまいそうなほど、この居心地の良いカフェ。でも、そろそろ戻らなければなりません。リフレッシュした心で、仕事に打ち込む準備を整えます。外の世界に戻ると、新たな活力が湧いてきます。このカフェで得た癒しと気力を持って、私は再びオフィスへと向かいます。